カチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解はなんか A か B ですよね。千葉さん、なんで C や D はダメそうに感じるのか。そうです、それは空所の左側の表現ですよね。そうです、これに特徴がありましたね。皆さん、もう想像はついてますよね。これでしたね。否定の副詞が文頭に出れば、その後動詞が発生しましたね。ですから、通常の語順になっている選択肢の C と D は×。一方、A と B は皆さん、VS の順番、動詞になってますよね。ということで皆さん、下にまとめておきます。否定の副詞が文頭に出たら、動詞が発生。で、否定の副詞で有名なのは多分 not かと思いますが、実際によく出てくるのはこの右側3つですね。さあ皆さん、頭文字を書きましたので、皆さん3つ、ババーって感じで思い出していただきましょう。一気にいきますね。これでしたね。never, hardly, seldom。まあ、hardly はほとんどうにゃいねない。で、seldom はめったにうにゃいねない。じゃあ、皆さん選択肢の A と B、どっちにしますかということですが、皆さん、これは文型を確認すれば答えがわかりますよね。で、選択肢の A からご覧ください。我々が主語。そして皆さん、B 動詞、使われてますね。で、B 動詞の右側、つまり空所の右側は、保護でしたね。そうです。B 動詞の前後は SVC。で、皆さん、SVC ということは、主語と保護が同じ。ですが、皆さん、よく見てみると、主語は我々、人間。で、保護は、天気。あれ?イコール関係にならないですね。ですから正解は B。で、皆さん B であれば、我々が主語。で、ハブは他動詞。で、後ろのウェダーが目的語。SVO。そうです。SVO ということは、主語と目的語。同じにならなかったですね。ですから全く問題なし。では、皆さん意味内容を確認いたします。まあ、文頭セルダムでございますので、めったにうにゃいはない。で、しかも空詞の右側は、such great weather と書いておりますので、むっちゃ快晴。まあ、天気はいいんでしょうね。で、そういうことはめったにないですよ。で、文末6月ということで、バッチリです。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指の上で隠していただいて。で、丸1番から丸4番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用させていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。